ございます。桃高ゆい。はい。今日は、ゆずの手ぬぐい入りもお気に入りですね。まあ、この長襦袢をかなり着たいっていう感じで、ゆずがローテーションの中で激しくなっておりますが。そして、大島着てみました。合わせですね、富士工房さんにお直ししていただきました。こちらはいただき物の大島ですね。コスモスやら、ボタンの花やら、梅やら、ほんと可愛らしい色合い、絵がね、お花がいっぱいの。で、葉かけを黄色に。で、襟も黄色に。黄色合わせはしてなかったなと思って、持ってきました。今日日曜日なんですけど、昨日ね土曜日は午前中仕事してたんですよ。まあ、うちお店の流れ的に午前中って言っても2時過ぎまで仕事なんですけど、なんでまあパートさんだったらほぼそれで1日じゃんみたいな感じなんですけどね。来てくださった方がおられたんです。なんか昨日そのね土曜日仕事行く前にもしかして着物関係の人が来るかもしれんってなんとなく思って、前に YouTube ライブで大阪できっといろんな方に会うから準備したって言ってたポチコ袋を少し持って行ってたんですよね、カバンの中に忍ばせて。実際お店に来てくださる方はさ、パンも買ってくださって本当申し訳ない、わざわざ県外から会いに来てくださったりとかされる方多いんですけど、何か特別なものをお渡しすることがなかなかできなくて、なんか手前にある何かをお渡ししたりとか、本当にね仕事中だったら本当に喋る時間がなくて、実際なんで写真も撮れずにっていう、昨日の方もね本当はお写真一緒に撮りたかったんです。すごい可愛いね、ご自分でね上っ張り作られてて、なんかビロードみたいな生地ですごい可愛かったの。若いお母さんでね、小さな息子さんと一緒に来てくださったの。 YouTube の人やって息子さんも言ってましたけどね。ちょっとね本当忙しい時で誰も手を止めれなくて、パンってね手止めれないんですよね。焼かなきゃいけない時期なんていうのかな、タイミングっていうのを逃せないもので、かなりスピードに追われる仕事なので、でそういう時とかは本当に心苦しいなと思ってたんですけど、ちょうどポチコ袋があったのでそれだけはお渡しできてよかったと思って。その方はご実家が小松市なんですね。それで名古屋に、愛知県の方にご結婚されておられるみたいなんですけど、お里帰りついでに寄ってくださったみたいで、美味しいお魚をいっぱい食べて帰らなきゃねって話をしてたんですけどね。若いなんていうんですかね、こうお子さんが小さいお母さんがこう リサイクルの着物とかね、おばあちゃんの着物とか上手に着てる姿を見るとなんかね昔の自分と重なってものすごく愛おしいですね。本当にねなんか一生懸命子育てしてる中でちゃんと自分の楽しみも見つけて、それでちゃんと自分の気持ちもコントロールするのに、その衣服を一役買わせてるっていう、私はすごく素敵だなと思うんですけどね、応援したいなと思うんですけどね。可愛らしい方でしたね。息子さんもねもうめっちゃ自分の名字フルネームを連呼してて面白かった。可愛いなと思って、やっぱ私も男の子のお母さんなんで懐かしかったですね。天真爛漫な
時期ってありますからね、男の子ってね。来てくださってありがとうございました。楽しかったです。ちょっとの時間で本当に申し訳ないなと思ったんですけど、ありがとうございました。そして今日は、黄色合わせでいきます。八掛の黄色を大事にして、ピキン、ここですね、はい、パステルカラーの黄色の博多帯と、で帯締めが、はい、ここの緑と、お、出てる。そしてこう、あの草花があるので、どうしても緑が入ってるので、緑色の帯締めで合わせたいと思います。うちのね、あのお店は何でもない普通の食品スーパーの中にポツンとある店なんですよ、パン屋は。なんでね、あのゆっくり話すことができないんですよね、仕事してると。本当に話す場所もないし、ショッピングモールとかならとあれなんですけど、普通の食品スーパーなんで本当立ち話でみたいな感じですね。方はね、工場とはいえ、あの少しあの直販店がついてるんで、もうちょっとあのゆっくり話はできるんですけど、土日工場やってないのでなかなかそちらでお会いすることの方が本当はいいのかもしれないですけど、なかなか難しいんですよね。あのね、工場には顔出しパネルが実はあるんですよ。工場、あのそう、あのなんだっけ、あのお正月のさ、テレビでさ、工場が流れたじゃないですか。あの時にあのピンクのタントはうちの工場の車なんですけど、そのタントで隠してた、顔出しパネルが実はあってそこで写真を撮れるんですよ、実はそういうのに、あのそこは、お金をかけました無理やり看板屋さんに作ったことねえよって言いながら作ってもらってみたいなね。なんかやっぱ工場は県外からね、アレルギーを持ってる小さいお子さんが本当に遊びに来てくれることが多いんで、何か思い出を残したいなっていうので、ちょっとした遊び心がちらほら隠れてるんですよ。ボロボロしてきましたこの帯締め好きでヘビロテさせすぎてちょっとぼろけてきておりますが、ちょっと長さとくにゃっと感がちょうどいいんですよね。ここに隠したい、こういう感じ。ここもこれ出るんですよね。隠したい人なんです。端っこは隠したい。はい、今日こんな感じでございます。はい、爽やかですね。今日は石川県日曜日12度ぐらいまで行くみたいで、今もそんなに寒くなくて、曇ってはいるけどまだ雨が降ってないので、ちょっとあの大島ぐらいならいいかなと思って来てみました。もう2月なんでね、まあ多少汚れてもクリーニングの時期までもうちょっとなのでもう着まくらなければみたいな感じですね。あ、めっちゃお腹鳴った。聞こえたかなはい、今日は、はい、黄色合わせにしました。じゃあね、八掛に合わせて、はい、柚子の手ぬぐい入りと、お花がいっぱいですね。こちらの大島、いただいた大島ですけど、生歩きとかまあ関係ないですね。このドット柄が可愛いですよね。ドットでこんなにカラフルで
可愛いなと思いますね。単純に可愛いなと思います。そして帯が博多でございますね。パステルカラーの黄色でございます。あ、お腹がずっとなっている。そして帯締めが緑色で、ちょっと草花の緑をちょっとやっぱりほんわりしたこう暗めの色なので明るく持っていくのに引き立たせるのに帯締め緑しっかりしたの持ってきました。足元も花にしました。椿手作りの旅でございます。そしてかんざしが、あ、今日こっち側に刺してる。これはあの九谷焼の、見えてるかな、九谷焼の椿のかんざしです。ちょっといつもと違うぐりぐり巻きにしました。今日はこんな感じで過ごしたいと思います。はい、見えてるね。ピッフエレキ版ではないですよ、これは。ちょっと手首がもうこうやっただけで痛い今状態で、腱鞘炎持ちなんですよ、昔から。手首関節が弱くて、でもうちょっとほんと擦れるだけで痛くて、なんか神経痛みたいになってて、で湿布は猫たちが嫌がるからつけたくなくて、で、痛み止めは、胃が受け付けないから飲めれないので、基本的に頭痛とかになっても痛み止めとか鎮痛剤は私飲まないんですよね。薬合わないんで。で、全部、これ、針なんですよね。これで私過ごしてます。針とお灸で。あとは整体行ってって感じなんです。これ、皆さん知ってます？こんな針。ピッペレキ版みたいでしょ。これですね。はい、スポール版です。こちらは、針が体に入ることが一番ないので、いろんなこう針がついたのあるんですけど、これが一番安全かなっていう感じですね。途中でベラッと剥がれることもないですし、もうちょっとちっちゃいのもあるけど途中で剥がれたりしたんで、これが一番安全ですね。これをよく今ね、女性に多いここら辺の針がねあるじゃないですか。まあストレッチポールもやってるんですけど、やっぱり痛みが治らない時とかはこういうところに針、こういうスポール板貼ってるとすっごい治る、回るんですよ、首治るんですよ、不思議なもんで。ご興味のある方は薬局でお買い求めください。アマゾンとかでも売ってると思います。これはね、ババアなのでね、おばあちゃんなので、結構おばさん、体はおばあちゃんなんですよ私。結構若い時から重労働をしてきたのかなっていうぐらい結構ガタッとしてましてですね、やはりお灸は欠かせないみたいな感じなんですけど、でも鎮痛剤飲むよりいいかなと思いますね。血流を改善するので、根本的に良くなるので、なんで何日かつけてればいつの間にか頭痛も治ったりとか、その痛みも少し和らいだり、また動かせば痛くなるんですけどね、どうせもう弱いところに痛みってきますよね、人はね。そんなに、なんだろう、そんなに同じ食べ物を大量に食べるのも良くないし、同じ動きばかりをするのにも向いてない体つきなんでしょうね。だから結構いつも使うところっていうのはガタきてしまいますね。またね、20代の頃にちゃんとメンテナンスをしながら自分の体使ってあげたらこうはならなかったんですけどね。20代の頃はそういうお金すらなかったし、そういう時間もなかったしね、小さい子供がいて整体にっていうのはなかなか行けなかったんでね、今結構ね、その接骨院とかでも小さいお子さんいる方でも大丈夫ですよっていう、なんていうのかな、産後のケアは大事ですみたいなね。私も産後のケアを怠って結構ひどくなったんですけど、産後のケアは大事なんで、小さいお子さんいても大丈夫ですよって言って連れてこられてる方とかもいましたね。結構受付の方とかもお母さんなんで、見とくよみたいなね。
そういうちょっと田舎のいい感じのところが結構何個かうちの近くにはあるんですけどね、あの20代のうちに体はあのいたわりながら使うと40代でだいぶ違ってくるだろうなと思いますね。消費し続けるだけだとちょっとね、やっぱ女性の体は特にそんなに強くできてないのでね、ガタはきますね、本当遅かれ早かれね。私みたいに本当にずっと 手を動かして何か作ったりするのが好きな方はやっぱり若いうちからそういうメンテナンスはした方がいいと思いますよ。まあ、うちの息子もそうなんですけどね、ずっともう14ぐらいからギターずっと弾いて、でまあギター作ってとかなんで、割にもう結構もうバンバンに背中がもう調子悪いなって感じだったんで、とりあえずこっちに帰ってきたらまず整体に行きなさいっていう話をしてたんですけどね、20の前半で行けば治るからっつって、でもあの治してあのちょっとあのそういうのもちゃんとしながら付き合っていかないと、やっぱり作って何かをしたいっていうことの欲がある人は体がついてきてくれないから、40になったらしんどいからっていう話とかしてたんですけどね、息子にね、で分かりましたって言っとったけどね、もうおっしゃる通りですって、整体行きますみたいな感じでしたけどね。あ、まあちょっともったい、あの若い子にしちゃもったいないなと思うのかもし、のはしょうがないと思うけど、年取ったらね、同じ1回でもなかなか治んないですからね、若い時に行けば治るものでもね、うん、そんなもんですね。まあ針の話はまあいいですよ。今日はこんな感じで過ごしたいと思います。なんだかんだ言って結構プレミア公開を土曜日はお休みするけど、割にお休み銭湯やってきてるなみたいな感じですね。うん、まあたまにお休みしたり、たまに、ライブしたりみたいな感じで、今年はあまり縛りなくゆるく楽しくやりたいかなと思っております。自分の中でこう取り決めみたいな義務化させないで、それも楽しみの一つとしてやっていきたいなと思っております。はい、それではあのお付き合いよろしくお願いいたします。そう、結構あのなんだ絡まってるな、チャンネル登録を結構あの今年に入って、本当に去年末ぐらいからかな、あのいっぱいしていただいててありがとうございます。随時チャンネル登録は募集中です。はい、うん、今1万4000人もうすぐ5000人ぐらいの状態でございます。お一人お一人が登録したその数がそれだけになってるんだと思うとすごいことだなって思うんですよね。で、あのお会いする方に結構なんか私は何千人ぐらいの時から見てるとかね言っていただいて、なんかこうちょっと嬉しいんですよね。そういうなんかこうあのそこら辺から見てくれてるんだとかね、そういうのをね、あのお話聞くのとかも好きなんでね、またあのそういうお話も聞かせてください。お会いできたら。でまああの普通のなんだろう、私はあの YouTube を主として生きてないので、普通に、ね、あのパン屋であの店頭に立って仕事してる日もあるので、あの生身の人間で生きてますんで、この、 あの土曜日の名古屋の方みたいに着物着て、会いに来てくださって全然構わないので、それも、楽しみに田舎の片隅で待っております。私だけです、着物着てるのは。この、周辺ではんですが、うちのね、食品スーパーってパン買ってパンで
パンのレジで一応値段のシールを貼るんです、バーコードのシールを。で、現金の支払いが全部スーパーさんのレジなんですよね。で、まあ、そこで強制的にスーパーで買い物を初めてするみたいなことも経験できます、漏れなく。でも割に着物で買い物しててもレジの人も誰も何もあんまり思わないんです。パン屋さんかなと思われるだけで、お疲れ様ですって言われる可能性はありますけどね。結構私 のそういう見てくださってる方とかで着物で会いに来てくれる方が結構おられるので、あ、パン屋さんのお客さんなんやみたいな感じで皆さん見てくれるんで、来てる方自体にはそんなに合わないんですけど、なんかさらっと普通に買い物はできるお店ですね。まあ、北陸の普通の食品スーパーなんで、本当に普通 の食品、北陸らしいものも売ってるので、見るのも楽しいかなと思います。観光地と違ってね、なんかあ、こういうものが売ってるって。カップラーメンとかも違ったりねしますからね。そう、味噌とかね、あとお野菜とかも、地元の野菜とかももちろんあったり、あと豆腐とかね、そういうのとかも、まあ見てもらえたらなと思いますね。なんでいつでも会いに来てください。もし早めに予定が決まってらっしゃるようでしたら、 YouTube のコメント欄でもいいですし、お問い合わせフォームでもいいですし、あと一番分かりやすいのは多分インスタのダイレクトメッセージだと一番、非公開で細かく、連絡が取り合えれるかなと思いますね。そういうのに使っていただけたらなと思います。早めに、言っていただければスケジュールを空けることもできるので、毎月20日に来月のスケジュールを作るので、決まるので、前の月の20日までに言っていただければ、もう予定が入ってどうしようもない時だったらちょっとずらしてもらったりせんないけんくなったりもあるんですけど、予定が入ってない場合はずらせれるので、そしたらもうゆっくりお話もできると思うので、ぜひお立ち寄りの際は早めに一言お声かけをお願いいたします。はい、うちのスーパーはJR からも遠いんですよ。歩いてとても行く気にならない距離で、まあ一応ね、市バスみたいな、100円バスみたいな走ってるんですけど、まあ田舎の特徴で全くあんまり時間が少ないっていうのもあったり、あとね、知らない土地であんまり市バスって乗るのね、ちょっと怖いですしね。そしてタクシーがさほど止まってないっていうのもあるので、早めにお知らせくださったら、小松駅のみ値上がり駅、あと、まあ、今まではないですけど高速バスで来られる方やったら小松インターチェンジとかね、小松空港とかもそうですけど、全部近いんで私の時間の空いてる時はお迎えに上がりますので気軽に来てください。本当に田舎でね、交通の便が悪いんですけど、車があればどこでも行ける、渋滞もない場所なので、気軽に声かけてください。はい、以上でございます。それでは皆様、良い一日を。ピンちゃん、なんかくつろぎ方おかしい。どういうこと、ピンちゃん。じゃあ、はっくんはさっきから何しとるの、走って回って。で、ピンちゃん、くつろげとるん。ピンちゃん、くつろげとる。そっか、気持ちよく手が伸ばせれば
この断固チンコでもいいわけやね。すげえ段差やよこれ。ほらこんな感じでくつろがれております。お起きた地下。あ、ビンちゃんちょっと待って、お水新しいのにする。はい、どうぞどうぞ。いいの？いいの？うん、つかささ甘えてくれる。はっくん、はっくん、どうしたん？お入りたい。またお風呂の中入りたくなったん。はい、どうぞ。なんで毎晩毎晩お風呂を沸かす前のお風呂の中をチェックするの？開け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 るの？寒いよ。寒いのに開けるの？そんな目で見つめられたらもう、ほほ、寒っ。寒いなぁ、寒いなぁ、寒いなぁ、楽しいなぁ。ちょっと真っ暗だね。ちょっと可愛いツーショット撮ろうかな。可愛い。ののちゃんこんかな。3人並ぶと可愛いのにもっと可愛い。寒い。ビンちゃん、ハックンにひっつかんと風邪ひくよ。ビンちゃん寒かった。ビンちゃん寒くなった。もう逃げ腰だよ。あ、ののちゃん来た、ののちゃん来た。3人並ばんの？3人並んだとこ見たかったな、ビンちゃん。ののちゃん。ののちゃんはね、スコティッシュ、スコットランドだっけ？今やるんだよね、スコティッシュってね。寒さに強い。ビンちゃん寒さに弱い。ビンちゃん。ビンちゃんどこの水飲んどる？あ、ビンちゃん汚い水飲んどる。ビンちゃん、昨日お父さんが最後だったから湯桶逆さにしてないや。ビンちゃん一晩使った不思議な水飲まないで。なんかね、汚い水もかなり好きだよね、猫って。いろんな味を試しとるんかね。まあ、味どうすか、おいしいっすか、どうすか、おいしいっすか。ビーちゃん、うん、用水飲む子やね。うん。寒い。戸閉めたい、はっくん。戸閉めたいよ。いい？閉めて。あ、めどくそついとる、はっくん。はっくん、めどくそついとるよ。ののちゃん、まだ見たい。ズームになった意味もなく。
お、めっちゃズームになった。別に戻った。